報告したのは長崎東高校3年の西田東子さんです。長崎東高校はグローバル人材の育成を図る文部科学省の指定校となっていて、西田さんはその一環で先月ニューヨークの国連本部を訪問、学校で他の生徒らとまとめた高校生平和共同宣言について現地の関係者と意見を交わし、否定的な言葉だけでなく前向きな言葉を挙げることで未来を作る行動に移しやすくなるといったアドバイスを受けたことを報告しました。高校生がこのような活動を行っていることを大変嬉しく思う。世界には様々な課題があり、世代を超えた協力が必要になる。今後の活動に期待していると激励の言葉をいただきました。西田さんは国連で中満泉事務次長にも面会し、平和共同宣言の取り組みへの後押しを受けたということです。